どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、GoTo トラベルキャンペーンの対象ホテルの見つけ方と、マリオットボンブホテルね、対象ホテルね、7月25日時点でのね、まとめやっていきたいと思います。こちらはですね、あくまで7月25日時点でね、対象ホテルまとめておりますので、今後ね、対象ホテル拡大していくと思いますので、こちらはね、ご了承いただければなというふうに、 思います、えー、またねちょっと動画が長くなりそうですので、えー、今回の動画ではですね、まあ、日本の中で、えー、名古屋から、まあ、上の部分のね、えー、ホテルをね、えー、今回ね紹介させていただいて一旦ね、えー、区切らしていただきたいと思いますですんでね、えー、ちょっと名古屋から左側のねホテルに関しては後日ねまたえまとめてねやっていきたいと思いますのでまあ、そちらもね楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います えまずですね、この GoTo トラベルキャンペーンのね、まあ、公式サイトには、えー、対象ホテルっていうのがね、一覧で出てるんですけども、えー、かなり見づらいですよね。えー、せめてね、えー、都道府県別にね、えー、ページを分けて欲しかったんですけども、まあ、今現在ですね、北海道からバーって並んでるっていう感じですね、かなり見づらいですよね。まあ、これはね、ちょっとどうにかしてほしいなと思ってるわけなんですけども、それではですね、 対象ホテルの見つけ方なんですけども、まずね、GoTo トラベルキャンペーンのこの公式サイトに載っている名前なんですけども、こちらはですね、ホテル名ではなくてですね、運営会社が記載されているっていう形になってるんですよね。従って、マリオットボンボイホテルの 例にするとですね、一部を除いてね、ホテル名で記載されてないんですよね。っていうことなんで、運営会社のね、名前が記載されているっていうふうになっておりますのでえ、もしね、事前に利用したいね、ホテルがある場合はですね、まず、Google などでホテルをね、運営している会社を調べていただいて、その名前がですね、都道府県別の対象ホテルのね、会社名一覧にですね、あるかを調べていただくっていう必要があります。これでね、名前があればですね、GoTo キャンペーンね、えー、対象っていう風になりますので、そういう感じでね。調べていただきたいなっていう風に思います。これもね、ちょっとわかりづらい部分ではありますよね。まあ、できればですねえ。goto ト,トラベルキャンペーンにね。会社側が申し込んでる時点でホテル名もね、えー、間違いなく出していると思いますんで、載せて欲しかったね <laughs> 気持ちでいっぱいなんですけども。今現時点はねまあ、運営会社のみね。載っているっていう感じになってるんですよね。 えそれではね、北海道から、まあ、名古屋までのね、マリオットボンムホテルね、今現在出ている、対象ホテルね、行きたいと思います。えまずですね、シェラトン北海道キロロリゾート、キロロトリビュートポートホテルですね。こちらは、キロロリゾートホールディングス株式会社という会社がね、運営しておりまして、こちらね、記載がありました。ということなんで、こちらね、対象というふうになっております。次ですね、ウェスティン・ルストリゾート。こちらは、ちょっと読み方がね、ちょっとわかんないんですけども、 カモリ観光株式会社で合ってるのかなこちらは記載が今現時点ではありませんえ次ですねフェアフィールドバイマリオット札幌こちら東部緑地株式会社での読み方合っているのかなえこちらもえ記載がありませんえ次ですねフォーポイントバイシェラとの函館こちらは株式会社 PHG 函館マネジメントっていう会社が運営してるんですけどもえこちらね記載がないっていう感じになっておりますそれではねどんどん行っちゃいましょう 次ですね、ウェスティンホテル仙台、こちらはですね、森トラストホテルズリゾーツ株式会社っていうところはね、運営しているんですけども、こちらもね、記載がありません。で、この森トラストホテルズリゾーツ株式会社っていうのは、日本のね、マリオットホテル、結構運営している会社で、まあ、これ以外にもですね、今回のエリアの中では、富士マリオットホテル、軽井沢マリオットホテル、伊豆マリオットホテル、酒泉寺。 コードバイマリオット、白馬といったね、結構な数のねホテルをね、まあ、運営しておりまして、こちらね、今現在、記載がないっていう感じになっておりまして、え先日の動画でですね、軽井沢マリオットホテルの、ね、公式サイトには、今ね準備を進めている段階ですみたいなね記載がありますので、今現時点はまあ記載はないんですけども、まあ、今後ね、まあ、記載されていくのではないのかなっていうふうに 思います次ですね、イッツカールとニッコですね。こちら運営会社がレイキサイドホテルシステムズ株式会社っていうところが運営しております。こちらも今のところね、記載がないっていうふうになっております。次ですね、横浜ベイシェラトンホテルタワーズ。こちらは相鉄ホテルがね、運営しているホテルというふうになっておりまして、こちらは記載があります。次ですね、シェラトングランデ東京ベイですね。こちらは千葉県にある東京ディズニーランドのね、 え、そばにあるホテルなんですけども、こちらは、栄養リゾート開発っていうところはね、運営しておりましてえ、こちらね、記載があるっていうふうになっております。次ですね、名古屋マリオットアソシアホテルですね。こちらは、株式会社 JR 東海ホテルズが運営しているホテルというふうになってるんですけども、こちら記載ありということになっております。次ですね、4ポイント by シェラトン名古屋中部国際空港。こちらは、ジャパンホスピタリティサービス株式会社っていうところが運営しておりまして、 こちらはね今現在記載ががなないいいっっっててうう感じになっておりますいかかだったでしょうか今回はですね GoTo トラベルキャンペーンの対象ホテルの見つけ方と今現時点でね出ているマリオットボンボンホテルのね対象ホテルを北海道から名古屋エリアね解説させていただきましたけども冒頭にもね言わせていただきましたけどもこちらは7月の25日時点でね参加が承認されているホテルっていう風になっておりますんで今後ね えー、十分、拡大されることはですね、十分予想されますので、えー、もしね、狙っているホテルがある場合はですね、ホテルの名前と運営会社ね、調べていただいて、こちらのね、GoTo トラベルキャンペーンのね、対象ホテルはですね、概要欄に入れておきますので、そちらね、確認していただいて、えー、利用してみていただけたらな、というふうに思います、えー。またね、ちょっと心配だなっていう方は、まあ、ホテルの方にね、まあ、直接問い合わせてもね、まあ、大丈夫だと思いますんで、えー、そちらね、利用してみていただけたらな、というふうに 思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういったマリオットボンボイホテル、ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、えー、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。えー、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。